サンデパートは北海道札幌市中央区狸工事に所在した日本の寄り合い百貨店。1962年にサンデパートとして創業、開店した。デパート名は一般公募より採用した。店名の由来は立地場所である狸工事三丁目のサンおよび太陽の発音より、東デパートは北海道で 最初の複数店による共同店舗であり、エスカレーター設置のデパートとしても、北海道発であった。後に、百貨店は閉店した建物は、テナントビルとなり、会社はこの建物の不動産管理会社となった。百貨店閉店後は、イエス総合電気本店が、実質キーテナント入居していたが、その後ドンキホーテ札幌店に入れ替わっている。しかし2012年、 同ビルの再開発計画が報じられ、2015年10月、2020年の完成を目指し地上を28階建てのビルに建て替えることが発表された。2018年4月16日、キーテナントであったドンキホーテがコスモビル及びアルシュビルに移転し、ほどなくゲオタヌキ工事店モラルズタヌキ工事店地下へ移転したことにより、このビルに入居していた施設がすべて撤退完了。 学校給食の食器によく似ているアルミ製食器を使用。客席より網入りガラス窓越しに狸小路アーケード街、天井屋根を見下ろせる位置にフロアが配置されていた。初代のミカドは直営で後にアスカに外部委託、より大衆食堂化したピクニックとなった。ありがとうございます。